ほしいですね。取りどころがちょっとやはりなくなりましたか。もうね、こうやってガンバが持つと、後ろの気持ちは分かるんですよね、ここまでスライドして疲れてる。でも、現状を考えたらこれ全員でラインアップして、行ってほしいっていうところはアプローチしないとね。終わりましたね。はい、そしてタイムアップです。この瞬間スコアレスドローということになりまして、ガンバ大阪の今シーズンの勝ち点が定まりました。結局今シーズンのガンバは勝ち点1をプラスして63になりました。あとは他会場の結果待ちということになります。正式な発表が我々の手元に届くまで、まずは今日のゲームですが、安永さん、はい、最後はスコアレスドローでいいんだというこの判断のもと、はい、勝ち点1取りました。ただ徳島の健闘が光ったゲームでしたね。最終的にはそうなっただけであって、はい、徳島の戦い方が本当に素晴らしかったと思いますね。はい、徳島ヴォルティスガンバ大阪最終節、結局0対0引き分けに終わっています。泣いても笑っても今シーズンが終わりました。思えば3月の1日から12月の6日まで全34節で行われました今シーズン 2014J リーグディビジョンは、優勝争いを演じているのは3チーム、ガンバ大阪、浦和鹿島、そして浦和名古屋の結果が出ました。1対2名古屋逆転勝ち、浦和結局勝ち点62止まりということになりました。あとは鹿島の結果ですね。今チームスタッフには伝わっています、うん、そうですか、選手にも伝わりましたね。あ、そうですか、うん、鹿島のあとは結果が出れば全てが終わるんですが、もうこの時点で決まりました。試合の方が終わりました。優勝はガンバ大阪です。2014Jリーグディビジョン1、最後は徳島ヴォルティス相手に苦しみました。しかしながら今ガンバの優勝が伝わりました。J1 最終節、全てのカードで9試合、各地で一斉にキックオフになりましたが、この瞬間ガンバ大阪の優勝が伝わりました。9年ぶりの優勝、長谷川健太監督今シーズンの2冠目、ナビスコを制しリーグを制しました。残るは天皇杯です。いやー、安永さん、まずは一言伺いましょう。ガンバ優勝です。最後のところでね、はい、しっかりとした守備が最終的にはチームを救ったなっていう感じがありましたね。はい、思うように点は取れなかった、それでも今シーズンは攻撃だけのガンバじゃない。